シングルを。ちょっと待てこの野郎。だけじゃない、俺もいるよな。ああ、違って、次シングルマッチやるのはハチスは、ちょっと待ってくれ、俺だな。やっぱり大文字そうという人間と、なんか多分あのメンバーの中でたくさん一番試合してきたのは僕なんですよ。タッグもシングルもスリーウェイもなんかたくさんやってきて、でシングルマッチも何回もやったことあって、でその時に大文字だったりお客さんだったり、まあ、僕だったりが結構こう発した言葉が、もっとたくさんのお客さんに見てほしいみたいなことを言う機会がありまして、言ってもらう機会がありまして、やっぱりそれが今なのかなっていうのがありましたよね。主に大阪が多かったんですけど、これがプロレスってあったじゃないですか。で本当もう毎日のようにやったりした時期もあったし、東京に来てからもやってましたね。30分のアイアンマンマッチとかやりました。なんか朝まで一緒にプロレスを見たり、ああでもないこうでもないなんか言ったりして、試合前にはなんかプロレスの技練習をやってみたり、なんかすごいいろいろ提案してくれたりとか、大文字がなんかジョージはこういうのやった方がいいんじゃないかとか言ってくれたりとかして、なんかそういうなんかもうプロレスのことしか逆に接点がないというか、プライベートは何も分かんないしって感じですかね。プロレス好きでしたよ。もう今思えばですけど、もう最初の方とか月曜から土曜日まで毎日試合だったんです。すごくないですか。月火水木金土って試合で、日曜日だけ休みで、まあ、後半の方も木金土ってこう、まあ、毎日のように試合があって、プロレス漬けのなんか遠征行ったみたいですね。海外遠征行ったみたいな特別でしたね。特にあの時期はああでもないこうでもない話す仲間が他にいなかったんで。動画サイト僕めちゃめちゃサブスク入ってますからね。えぐいですよ。えぐいっすよマジで。めっちゃサブスク入ってますからねもちろんユニバースも入ってますし、で WW も入ってますし、入ってますよ。ドラゴンゲートも入ってるし、とんでもないっすよ。僕流行りすたりってあるじゃないですか。やっぱそういうのをチェックする意味でもあるし、なんか同世代の選手の動きとかをチェックするのでもあるし、まあ単純にプロレスが見たいっていうのもあるしっていう感じです。それしかないんですよね。だから他のドラマとかも見なければ音楽も聴かないしみたいな、やばいっすよね。無趣味なんですよすごい。でもプロレスのめり込めるんだね。のめり込めますね。だから下がった時やばいんですよ。これ最近も話すんですけど、なんかプロレスから逃げたくなることがあっても逃げれないというか、うん、他にないんですもんというか、なんか別にカラオケもしなければギャンブルもしないんで、タバコも吸わないしみたいな、逃げることがないから一人で落ち込むしかないというか。僕毎試合動画撮ってるんですよ。会場のところでスマホ立てかけてでもう帰り道に見ながら帰ってくるんですけど、そんぐらいもなんか気にしちゃうんですよね。それはなんか作品を残すというよりかは、ちょっとこう反省をすぐしたいというか。ジョージあんまり PPP 愛感じねえんだよな感じる？え、感じる？え、ちょっとごめん、感じるのかな。あんまり俺結構 SNS とかそもそもチェックするんだけど、あまりごめん、 PPP の興行前くらいしか PPP の宣伝してない感じがすごいんだけど、まあ、PPP 愛はないのかなってちょっと思ったり。だから今さっきも話した通り、大文字とやりたかったから言っただけであって、だって団体のために戦うわけではないじゃないですか、マジで。あれからも考えたりはしたんですけど、 P
PPPI、 まあ愛じゃない表現方法だったらなんかもっといい言葉はあるんですけど、愛って言われるともしかしたらないかもしれないですね。 PPP が面白いと思うものが面白くないと思えたりとか、なんか PPP がいいと思ってるものが別にいいと思わないってことはこんなのしょっちゅうあるんですよ。でも逆になんだろう、あの世界観とかなんだろうはすごく好きだし、なんかそこのなんだろう PPP の世界観だったり PPP での試合とかはなんかもっともっともっとこう大きくなってほしいし知れ渡ってほしいなっていう気持ちはあるんですね。それに関しては毎月十何試合もやってるんですけど、やっぱ PPP だけはやっぱ僕の中でもパーティーみたいな、やっぱあそこだけはなんか普通のなんか試合というよりかは本当なんかこう華やかな感じだったり、ちょっと試合の形式が違ったりしてたんで、なんか僕の中で本当にパーティーみたいな感じのイメージでしたかね。もう愛って愛っすよ。きつくないですか？なんか愛じゃなくてなんか気持ちいいとかそういう感じだったらなんかもっとなんか主張はいけたんですけど、愛愛はわからないですね。そんなのは愛やめましょう。愛でもその愛っていうものじゃなくても愛がなくても仕事としてならちゃんとできるっていう人もいるし、はい、あなんか職人的に、いや例えば自分例えばなんか工場で手作業やってる人がさ、一個感性込めて愛込めてやってますかどうか分かんないわけじゃないですか。なるほどなるほど。いやいやもうこんなん流れ作業っすよってやってる人もいる、でもそれ俺仕事なんでっていう人もいるじゃないですか。そこに本当に一個一個愛があるのかっていう話でもし、なるほど、愛があることが正義なのかっていう話でもあるじゃないですか。なるほど。私はまああの一個 VTR 一個まあやっぱ愛を込めては作ってはいるんですけど、必ずしもその仕事によってあの愛をこうね込める必要性があるものないものあると思う。もちろんもちろん、はいはいはい。それで言うとなんかこうジョージがその愛っていうテーマだけで責められちゃうのはかわいそうだなっていう気持ちもなんかあります。おお、マジっすか。確かにちゃんとなんかディスられたり、なんていうんですかね、こう PPP に対してのなんかこう意見とかで納得いかなかったりするとちゃんとなんかムッとはするんですけど、まあ、愛かどうかは分かんないですけど自信はあるのかなとは思うんですよ、ある意味一部ですけど。めっちゃムカつきません？そういうのめっちゃ溜まってんすよ。言うこと聞かないと思われてるとも思うんですよ。だから僕がなんか言わせないような態度を取ってしまってるというのも反省点なんですけど、なんか、まあ、あと話を聞いてくれなさそうとも思ってるというか、なんかですかね。だから結構あの一言はあのインタビューのあの一言めっちゃムカついたな。スマホぶん投げそうになりましたね本当に。うまくいくかわかんないですけどね。なんかプロレスってそうじゃないですか、なんか自分がこう表現したいけど、まあ、当日試合してみたら全然違うかもしれないし、なんか真逆のことを表現してしまうかもしれないし、
だからなんかその辺のなんかドヤまでいかないんですけど、はい、そういう試合なのかなとは思い始めましたね。